ということで、野沢義弘還暦一人芝居、特別祭壇第7回目かな。すごいじゃん。今回は一番大人数で、ね、で、なぜこのメンバーかと言いますとですね、今日は、劇中に出てくる声の収録がありまして、その声にちょっとご協力参加いただいているのがこちらの3人です。いや、さすがにね、もう経験と個性と面白いね、はい、小暮君、はい急に急に来ましたけど、はい、いいのが撮れましたね。いや、撮れましたね。そうそう、やっぱり。で、ここに一人小さい、はい、子役がいますけど、はい、彼も、この劇中の中で、はい、重要なポイントのある役目をしてくれています。ちょっと順番に紹介だけ、自己紹介、うん、はい、そうだね、はい、あ、じゃあ年功序列で、あ、年功序列ですね。はい、瀬尾智美です。こんにちは。よろしくお願いします。はい、はい、川本千明です。こんにちは。作ってる、作ってる、結構作ってる。原康之です。イエーイ。あ、原だけに、原だけに絶対分かってないんでやってますからなんだろうな、だよね。でもすぐできたよ。そうでしょ、分かってるよね。絶対分かってない、絶対分かってね。原監督だよ。そうだよ、巨人軍の原監督。緊張した。緊張した。慣れてきた。楽しい。楽しいよね。緊張するけどね。どういうお話かは分かった。分かってない感じですね、これは。よかった。説明しちゃったらどうしようかな。なんか本番、さっきキエラお母さんと一緒に見に来るみたいなこと言ってくれて、もしかしてお母さん泣いちゃうかも。いや、泣いちゃうんじゃないですか、うん、ね、これは、うん、ちょっとね、ね、うん、やっぱ子を持つ親としてはちょっとね、はい、泣きますね。はい、心ね、うん、いいお話だと思います、ね、どんな話だっけ。わかる。はい、で、今回、千秋さんもね、私のシーンでは泣いちゃうんじゃないですか。ね、ね、ある意味ね、ある意味泣くわね。あれだけ言われたらね、泣くよね、たぶんね。そうですね。うん、ね、うん、涙、涙の感じになりますよね。なるなる。ここに言えないのがちょっと残念ですけど、ね、だから本当、もう劇場に来てもらわないと、はい、見てもらえないっていうのはね、まあ、本当に、ね、そう、一人芝居だけど、なんかこうね、いろんな役者さんも出てくれてるので、はい、それぞれで、あ、これが川本千秋か、これが瀬尾智美か、これが原かっていうのをちょっと見てもらえばいいかなと思いますね。もう瀬尾さんもいろいろ野添さんと台本を配られた時に、この役誰にしようかって話をしてて、僕はもうピンときたんですけど、これ瀬尾さんしかいないなと思って野添さんに言ったら、瀬尾か。って感じで決まったんだよね。まあ、千秋はね、千秋はもう俺はね、うちの劇団で山口舞香っているんですよ、はい、それがよくフィリピン人とか、はい、中国人とか得意で喋り方が、はい、なんかイメージとしてはそっちに行きそうなんですよね。そうですね、そういう喋り方、あ、ちょっと言っちゃったこれ、いやいやいや、大丈夫大丈夫、わかんないですよ、うん、なんか今回は今回千秋にやってもらう役に関しては、もう僕の中でもう読んだ瞬間に、あ、千秋じゃん。だからもうすぐ千秋にスケジュールこの日空いてるかどうか確認してって。あ、嬉しい。千秋さん合わせて今日。そう。そう。すいません。一人芝居でいいの、これ本当に。
一人芝居しないですよ。一人芝居です。これは一人芝居と言わずして、何を一人芝居と言いますか。なんかちょっとね、ちょっとでもこう新しい感じの一人芝居になればいいなと思ってて、よくほら、あの一人芝居のイメージってこう一人の俳優さんが出てきて、はい、相手のセリフも喋って自分のセリフ喋るみたいな。え、お腹空いたって、じゃあ今日何食べようか、カレーライスがいいの、あ、俺もそうだよっていうなんか感じの一人芝居結構多いじゃないですか、はいはい、それもなんかね、はい、どうかなと。で、あの戸田恵子さんの何はバタフライを見た時に、めっちゃ面白い、すごい面白かった。で、あれはなんかあの相手のセリフを想像させるんですよ、うん、だから戸田さんがその相手のセリフを言わないんですよ。で、うん、いやだけどさ、いや分かってるけどそれはみたいな、これすごいいいなと思ってて、で、まあなんかあんな感じのなんか一人芝居したいなと思ったんだけど、まあもうちょっとなんか喋らない一人芝居いいんじゃないの、はい、一人芝居ってすごい喋るじゃん一人で。そうですね、で、そのイメージはもう俺の中でいいかなと思って、うん、本当はあの、ね、金ちゃんには何にも喋らないずっと、はい、みたいな、で、面白いですねって言われて、で、まあ今回みたいにちょっとなってるんですよ。だからあんまりこうわーっていうのはねないんですけど、そうですね、全体の全体的に言ったら本当に言うとき言うけどね、はい、ほぼ喋ってないで、うーとか、あーそうだねどうでしょう、全貌は見えてきたでしょそうです、まあそういうことでね、今回は本当にあのこれだけの人たちに協力いただいて、また一つ完成度がぐっと上がりましたので、はい、本当に楽しみにしていただきたいと思います。さあ、ということで、今日の討論会のゲストは瀬尾智美、川本千秋、原安井、3人でした。どうもありがとうございました。